札幌ドームさん、ハエが大量発生。本日開催のコンサドーレ札幌 VS 横浜 F マリノス両軍のサポーターから悲鳴が上がってる模様。なんか変だな。まあ半分死体みたいなもんやし、ルイは友を呼ぶぜ金にたかるハエ集団やからな。飲食物の蓋開けられないレベルってこれもうアフリカやろ。サツドネタは伸びるからバカみたいにゆっくり動画だらけになるのがだるい。ハエがたかるとカウンコドームやんけ。まあ、ターンチ札幌ドームに燃料投下してるよ。掃除すらまともにできなくなったんか。ハムがいなくなってハエが住み着いたのか。会場前に見回りしないのかよ、わかるだろ。ドームだから悪さん耐えたら一発だろ。エスコンフィールド勢力がハエを放ったんやろな。飲食店自体は日ハムがいた時代の方が多いはずなのになんか変だな。ベルーナドームみたいに壁がないドームだったっけ。ベルーナドームのアイデンティティを崩しに来るとか必死だな。コンサドーレが出資して何とかしてくれるやろ。使ってないのに清掃する必要ないやろがい。清掃費でなくなったんやろうな。コンサドーレ札幌は清掃費出さないん。どこから大量に湧いたのか流れが気になる。ドームがここだけでもないのに。ご視聴ありがとうございました。